さて、おはようテラちゃん、今朝はアルゼンチンと結びますバンドネオン奏者西原夏樹さんです。西原さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。西原です。ご無沙汰しております。よろしくお願いいたします、はい、改めてになりますが、アルゼンチンは今前の日の何時ですか？前の日の夕方5時ですね。夕方5時。最近気温もしくはお天気っていかがです、アルゼンチン？そうですね、だいぶ秋らしくなってきて、あの街路樹なんかも色づき始めてきました。やはりこちらはね、あの初夏に向かっているわけですが、日本はそちらはもう木々が色づき始める季節なんですね、はい、そうですね、秋ですね、秋なんですね。気温はいかがですか？気温、そうですね、かなり過ごしやすいです。ちょっと寒いなという、あの肌感覚の日もあったりして、あの冬のジャケットを引っ張り出してきたりもしてます。そういう季節なんですね、はい、さて、ちょっとですね、今ニュースを見てみると、台湾の中央気象所の観測によると、日本時間の、今朝ですね3時半過ぎ、台湾東部の花蓮県付近を震源とするマグニチュード 6.3 の地震があったといいます。この地震で震度5弱の揺れを花蓮県で観測をしたと。4月3日にですね、大きな地震が台湾を襲いまして、そこからのおそらく余震、このところ何度もですね台湾では揺れていますので、また今朝揺れたというこんなニュースも入ってます。あとは為替ですね、1ドル現在154円80銭台まで値下がりをしているという、こんなニュースも入ってきています。今西原さん、アルゼンチンでトップニュースに来るというと、どんなニュースですか？そうですね、注目されているのは、あのデング熱の流行。デング熱ね、今年の夏は、はいはい、もうだいぶ落ち着いたんですけれども、この夏、蚊が大発生しまして大流行しました。今保健所に報告されているだけでも、今シーズンの発症者っていうのが33万人以上ということでですね、シーズンの13万人を大きく上回りまして、そうか、死者も出ているという状況です、ね、これまで13万人だったのが、今シーズンは33万人になったってことなんですね。そうですね、日本でもおそらくあれ10年ぐらい前かな、代々木公園ぐらいでデング熱ね、その蚊がいるんだなんて言って、ね、160人ぐらいが感染したなんていうのがちょっと記憶で、ごめんなさい、正確ではないんですが、そんなニュースをふっと今思い出しましたが、そうすると、西原さんの周りでもデング熱にかかったなんて方いらっしゃるんですか？たくさんいます、はい、そうですか、はい、西原さん大丈夫なんですね。ギリギリ大丈夫だったんですけど、やっぱり家の中にもどんどん蚊が入ってくるので、もう寝る前に、もう天井を見るとすごいこう20匹30匹とかいるっていう日もあって、うっかり窓を開けたりとかしてると、こっち網戸がないんですね、アルゼンチンの、建物で基本的にないんですけど、なのでちょっとでも夏暑いので、電気代をね、こう冷房代をちょっと節約しようと思って、こう窓を開けたりとかすると一気に入ってくるっていう状況で、なので寝る前にこう全部こう退治して、退治して寝るっていう。退治は殺虫剤かなんかでやるんですか？もう一匹ずつ潰してみるっていう。そういうことなんですね。後ほどいろいろ物価高に関してお聞きしますがね、やっぱり物価高だからちょっとでも電気代だって節約したいって気持ちですものね、はい、そうですね、はい、わかりました。西原さん、今朝もいろいろお話を聞かせてください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。時刻5時12分です。おはようテラちゃん、今朝5時台はアルゼンチンと結んでいます。アルゼンチン在住、バンドネオン奏者、西原夏樹さんです。西原さん、改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、西原さん、もうアルゼンチンで暮らすようになって10年ですか？そうですね、10年が経ったところです。はい、西原さんの簡単なプロフィールを改めてご紹介させていただきます。西原さんはバンドネオン演奏家でいらっしゃいます。バンドネオン、改めて簡単に説明していただけますか？そうですね、まあ、アコーディオンに似た蛇腹楽器なんですけれども、はい、まあ、アコーディオンとは別物の楽器でして、主に今ではアルゼンチンタンゴの、まあ、こうメインの楽器というか、はい、そういう形で使われることが多い楽器です。はい。で、このバンドネオン、まあ、膝の上に乗せて、はい、はい、膝の上に乗せて、はい、どうぞ。はい、蛇腹を開閉して演奏する楽器なんですけれども、まあ、普通だったら、こう、ピアノの鍵盤のようにドレミファソラシドが並んでる、ことが、まあ、多いかなと思うんですけれども、それが並んでいなくてですね、まあ、ボタン式の、右と左それぞれに30個程度の、ボタンがついていまして、それが、まあ、順番がバラバラなので、まずはその、運指を覚えるっていうところからがスタートになる、ちょっと複雑な楽器です。その複雑さから悪魔の楽器っていうふうに呼ばれるわけですね。と呼ばれることもありますね。はい。やっぱり練習、まあ、西原さんはですね、バンドネオンのこの独特の音色に、20代の頃ですね、雷に打たれたような衝撃を受けて、それで22歳からバンドネオン始めて、はい、で2014年待機滞在のつもりでブエノスアイレスを訪れたんですが、そのタンゴに魅了され、そのまま暮らし始めたということなんですね。そうですね、はい、若気の至りみたいな。若気の至り、いや今でも行っちゃおうと思って行って、そのまま住んじゃおうと思って住んでます。いや、だからそれだけ西原さんにとっては魅力的な街だったんですね。そうですね、はい、具体的にはどのあたり、住んじゃおうっていうこの理由になったんですか？そうですね、まあ、もともと2ヶ月の滞在のつもりでチケット取ってたんですけれども、まあ、ちょっともうちょっと長く住みたいなと、滞在してみたいなと思って周りの人に相談を、はい、相談して。してたんですね。アルゼンチンの人たちに相談してたんですけれども、こう、はい、日本だったら、いや、そんなのありえないだろうっていう反応を、こう、まあ、想像してたんですけれども、アルゼンチンの人たちはみんな、好きにしたらいいじゃんっていう意見が、すごく多かったんですよ。で、それに私はまあびっくりして、でも確かにそうだよなと思って、私の人生なので、好きにしたらいいよなと思って、まあ、若かったっていうのもあるんですけれども、はい。じゃあ住んじゃおうと思って、はい。そのまま住みついてます。でもね、それこそさっき申し上げた通り、うん、悪魔の楽器っていうくらい、その片っぽずつで30あって、で、その押し方によって音色も違ってなんて、うん、まあ、それこそ覚えるのは大変だったわけですよね。そうですね。覚えるのはまあ大変だったんですけれども、もともとその楽器が持っている音色っていうのが、とても、こう、自分、の胸にグッとくる音色だったというか、はい、なのでこう押せばいい音が出るっていうのは練習をする上でのモチベーションにもなりましたし、だから練習するのが本当に楽しかったです。楽しかったです、ね。まあ、今もなんですけれども、練習するのが楽しくて、こう攻略していくのが、やっぱりね、それだけ今の話聞いてるだけでも、音色にこの魅了されたんだなっていうね、その西原さんのお気持ちがよく伝わってきますが、これって、その、キーを押し加減で音色も変わるんですか？まあ、微妙ですけれども、変わりますし、楽器一つ一つが、やっぱりハンドメイドの楽器なので、職人さんが一つ一つ手作りしている楽器なので、やっぱりその、楽器ごとに特性があります。そうなんですね。音色の特性があります、で、今やもうトップ奏者ですよね。
トップ奏者かはわからないですが、ええ。こちらで、劇場で毎日、はい。談合ショーの仕事させてもらっています。ですから、アルゼンチンにもしいらっしゃるね、チャンスがある方は、ぜひ、西原さんのこの、楽器の奏で、演奏をご覧になっていただきたいですね。ぜひ、ブエノスアイレスの中心地に位置する劇場はい。で、毎晩弾いはい。てますので、ぜええ。ひぜひいそうらでしすてくか。ださい。蚊は多少出てもね、それはもう、それはそれで、デング熱に気をつけながら、アルゼンチンをこう堪能していただきたいですよね。そうですはね。い。もう4600万人の国民がみんな待ってる。ですね。日本の7.5倍の国土のアルゼンチンが待ってる。そういう感じですね。はい。さそうて、ですね。それでは朝刊トップ5いきます。4月23日火曜日、今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。読売新聞、 Google 初の行政処分、 IT 大手ヤフーのデジタル広告配信事業をめぐり、公正取引委員会は独占禁止法違反の疑われる行為があったとして、アメリカの Google に行政処分を出しました。Google がおよそ7年間もヤフーの取引を制限し、市場の公正さを歪めた疑いがあったと判断しています。毎日新聞、自民規制法改正案概要、派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた自民党政治資金規正法改正案の概要が分かりました。政治資金収支報告書への虚偽記載などがあった場合、議員本人が罰金刑となる要件を拡大、悪質な不記載があった場合は不記載額を国庫に納付させます。産経新聞、政権交代を期待 52%。 産経新聞らが実施した合同調査で、次期衆議院選後の政権について尋ねたところ、政権交代を期待が 52.8% に上りました。岸田内閣の支持率は 26.9% で、前回調査に比べ 3.7 ポイント増えましたが、危険水域とされる 20% 台が6ヶ月続いています。朝日新聞、機体接近警報ならず、伊豆諸島東方の太平洋で海上自衛隊の哨戒ヘリコプター2機が墜落した事故、他の機体が異常接近したときに衝突の危険を知らせる警報音が2機とも鳴っていなかったと見られることが分かりました。夜間訓練中、重要な安全システムの1つが機能していなかった可能性があります。日刊スポーツ、大谷ゴジラ超え176号。アメリカメジャーリーグ、ドジャース大谷翔平がメッツ戦で今シーズン5号の先制ツーランを放ちました。メジャー通算176号で松井秀喜さんを抜いて、日本人メジャーリーガー最多記録を更新しています。はい、以上朝刊トップ5でした。さて、今朝5時台はアルゼンチンと結んでいます、バンドネオン奏者西原夏樹さんです。世界の安全保障をめぐる情勢というのは現在緊張を増しつつある昨今ですが、アルゼンチンのペトリー国防大臣が18日、 NATO 北大西洋条約機構にパートナー国としての参加を要請したと発表しました。アルゼンチンが目指すのはグローバルパートナー、日本や韓国も一員で、中南米ではコロンビアが入ります。西原さん、このニュース、アルゼンチンではどう受け止められているんでしょうか。そうですね、大きく報道されていました。今、ミレイ新大統領に変わっはて4い。ヶ月が経ったところなんですけれども、ええ。彼が新しい方針でアルゼンチン経済を立て直そうとしているところなんですが、そのスローガンというか、いつも発言しているのがお金がないなんですよね。はい。要は、だから国民は我慢しろという意味なんですけれども、はい。それで今国内が本当に混乱している時なので、ええ。NATO 加盟よりもアルゼンチン国内のああ。ことを先に何とかしてほしいというのが、一般的な国民の捉え方かなと思っています。はい。後ほどこちらも詳しく伺いますが、アルゼンチンというとですね、それこそ消費者物価が、その前の年の160%、今は、もっといってるようですね。
そうですね、年率で今287%。280% 年率換算でってことですものね。そうですね、はい、ですからその前の月にいくらだったものがもう翌月にはこんな高くなってんのっていう、それが実感でしょうからね。そうですね、もう常に値上がりを実感してます。はい、でもその新大統領ミレー大統領は国民我慢しなさいよというふうに前言ってね、改革をするんだからということですよね。で、まあ、そのミレー大統領というのはう、ね、はい、アルゼンチンのトランプとも呼ばれてるんです。ミレー大統領になってから、まあ、先ほど NATO のパートナー国としての参加を要請したというこのニュースをお伝えしましたが、安全保障ですとか、まあ、生活はちょっと置いときますが、防衛の面での変化というのは何か感じていますか？そうですね、あまり感じる実感はないですけれども、NATO にその参加申請を始めたというニュースと同時に報道されていたのが、まあ、デンマークから6億ドルかけて、古い戦闘機を24機ほど購入した、ニュースがありまして、ただ、デンマークからの購入ということで、アルゼンチンのパタゴニアから500キロメートルの距離の、はい、アルゼンチン海上にあるマルグイナス諸島、イギリス領のフォークランド諸島ですね。で、まあ、この島にすら届かない距離でしか飛べない戦闘機らしいんです。購入したものが。はい。では、毎年6機ずつ届くということで、今、決まってるようです。はい、というとだからあんまり意味があるかどうか。ですからこの飛べる距離が短いということはもう本当に困った時にこの国土防衛のために使うんだってことなんでしょうね。だと、はい、そういう意味だと思うんですけど。そういうことなんですね。となると国民は、はい、おいそんな古い戦闘機でなんか役に立つのみたいな気持ちの方が多いってことですか？そうですね、お金がないって言いながら、6億ドルをそこに費やしたんだっていうのが、やっぱり、率直な反応だと思います、ね。そうですね。まあ、最新鋭を買うとなると、ものすごくお金かかる。まあ、そのあたりは、ミレー大統領もいろいろ考えたのかもしれませんが、国民感情としてはね、そんなところに6億ドルかける、うん、で、大して飛ばないんだったら、俺たちの生活よくしろよっていう、気持ちにもなりますものね。うん、そうですね、はい、はい。ところでイランとイスラエルの攻撃の応酬が続いています。イラン中部の都市で19日鳴り響いた爆発音について関係筋らはイスラエルによる攻撃だったとする一方で、イラン側抑制的で報復の計画はないことを示唆しています。このイランとイスラエルとの衝突、アルゼンチンというのはどういう態度を示しているんでしょう？そうですね。現在もアルゼンチンは国としてイスラエル側についています。ミレイ大統領自体も新イスラエル派で、この2月の、大統領のイスラエル訪問が、はい、あったんですけれども、ヘルツォグ大統領との会談に行って、在イスラエル、アルゼンチン大使館をエルサレムに移すという方向で進めていくという話し合いがもうその時点で、だから2ヶ月前ですね、あったということで、それは国内でも大きく話題になりました。そうですか。とかなりイスラエル寄りだってことなんですね。そうですね、はい。まあ、以前からのミレー大統領は、熱狂的、はいと言っていいのかわからないですけど、ユダヤ教の、オーソドックス派、超正統派に、憧れのようなものを抱いていまして、はい、改宗はしてないんですが、在アルゼンチンの、そのオーソドックスの会合だったり、実際にイスラエルの、本拠地での会合にも、参加してまして、しっかりと帽子を、ちっちゃいの帽子をかぶって、はい。はい、参加してるんですよ。うん、ミレー大統領がですね。はい。はい。なので、この動きも、全然不自然な動きではないというか、みんな想像していたことですね。それはもう想像していましたという範疇なんですね。あと、ミレー大統領と言いますと、自身が大統領に就任する
した時にですね、中国との関係を抑制すると公約をしていたそうです。ミレー大統領が、まあ、誕生を実際にしましたが、アルゼンチンと中国の関係というのはこれ変わったんでしょうか。実際のところは変わってないです。変わってない。まあ、はい、その中国との貿易、はい、および同国からの投資は、まあ、商品やエネルギー、金融まで、アルゼンチン経済の、まあ、大きな部分を動かしているんですけれども、まあ、なので大統領も、中国と関係を断つことは、我々にとっては難しいことであると、最近のインタビューでも語っています。はい。160億ドル規模の、はい、通貨スワップ協定も変えるつもりはないと述べていまして、はい、で、まあ、政府としても宇宙基地の視察など中国との交渉を開始していますし、企業に向けても中国とビジネスをしたい人はこれまでと同じようにビジネスを続けたらいいと発言していますし、で、まあ、そのスワップ協定に関してもなんですけれども、これは国同士のやり取りではなくて、その中国銀行同士のやり取りであるから、はい、まあ、それも国は干渉しないというスタンスもあって、その自由にやったらいいというのが、まあ、ミレー大統領の主張ですね。今のお話聞いてると、そうするとその大統領に就任前に中国との関係抑制するって言っていたものが、何かこう蓋開けてみたら自由にやってよっていう感じのようにも今聞こえたんですが、そんな感じなんですか。そうですね、まあ、そもそも自由主義ということで、はい、それがミレー大統領の主張、思想なので、はい、まあ、そこに関しても国、アルゼンチンと中国の国同士のやり取りというよりは、まあ、その、中銀、はい、中銀も含め、中央銀行、企業同士の、はい、やり取りはどうぞ自由にくださいという。ですね。まあ、ミレー大統領といえば、リバタリアンなんていうふうに呼ばれてますもんね。そうですね、自由主義者ということですね、はい、そしてですね、アルゼンチン無政府資本主義とか、はい、無政府資本主義ですね、はい、そしてアルゼンチン呼ばれてたりします、はい、そうなんですね。で、アルゼンチンの最年少少女最年少女国会議員のある動画がちょっとした話題になっているという、まあ、こんな情報も入ってるんですが、これは西原さん、政治家生命を左右するような動画なんでしょうか。これ最近私が多分X でつぶやいてた動画があるんですけれども、どんな動画だったかというと、はい、23歳のアルゼンチン の最年少の女性国会議員がいるんですけれども、今その子が私が最近よく見ている番組で、まあ、政治からお笑いまで、まあ、あらゆるテーマを取り扱う YouTube のストリーミングチャンネルなんですけれども、はい、すごく視聴率も高い番組なんですけれども、それに出るということで、すごい楽しみに見てたんですが、その回がまあ、なんと政治に関しては一切触れない、なんと進撃の巨人について、はい、語るっていう回だったんですね。彼女もスタジオの共演者たちも完璧なコスプレで熱く語ってたんですけれども、なので好感度はアップしたかなと思います。そう、まあ、っていうのも、彼女は母で、前政権の野党所属の国会議員なんですけれども、実はアルゼンチンのアニメファン、はい、オタクとこちらでも呼ばれてるんですけれども、はい、どうやらミリ派が多いんですよ。ほう。うん、で、選挙前にも、アニメオタクたちが、街の、中心部に集まって、ミレイ氏を、応援するパレードのようなものを行っていて、でもそれがちょっと過激だったんです。過激で、ニュースにもなったぐらい。で、だから、アニメオタクたちは、ミレー支持派が多いっていうのはすごく、国内でも印象が、強くついたんですけれども、だから、まあ、その彼女、
国会議員の感動があって、こう、アニメのことについて語ったっていうのは、もしかすると、ミレイ派の若者たちにとっては、はい、ちょっと彼女の発言にこれから今後も注目をするきっかけになったかなとは思います。だから、まあ正直言って政治に関して最年少女性国会議員は一切語らないで、進撃の巨人を熱く語ったっていうことで、まあ、普通だったら、おいおい政治家なのに何語ってんだよって、こうツッコミも入るところだけれども、それはオタクからすれば大喜びしたってことなんですね。それで、まあ、ひいてはこのミレー大統領の株も上がったぐらいの、オタクはミレー大統領の味方だみたいな、そういう感じなんですね。まあ、その番組がね、ちょっともっと政治のことを喋らせろよっていう感じだったと思うんですけど、ツッコミも入れたくなるくらいの。入れたくなるぐらいだったんですけど、はい、でも普段は、ちゃんと政治のことを真面目に発信している方なので、はい、その時だけはもうそういう一面も見れてよかったなっていう、じゃあポイントは高かったってことなんですね。してやったりだ、この最年少女性国会議員は、やったって感じなんですね。はい、西原さん、また後ほどお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。はい、時刻5時34分です。時刻5時39分です。おはようテラちゃん、今朝5時台はアルゼンチンと結んでいます。バンドネオン奏者西原夏樹さんです。西原さん、今私ニュースをお伝えして最後のニュースがボクシングのニュースでして、日本の WBA スーパーフライ級王者の井岡一翔選手が7月7日東京両国国技館で試合を行います。対戦相手がアルゼンチンのマルティネス選手というふうにお伝えしたんですが、このニュースはアルゼンチンではニュースなってます？いや、私も今聞いてて、アルゼンチン人の選手なんだと思って、ちょっとびっくりしたぐらいで、あんまり報道されてないと思います。そうですか。勝てばね、これニュースになるんでしょうが、そうはいかないぞ、井岡が勝つぞと、まあ日本としてはそう思ってるんですけどね。でもこんなところにもアルゼンチンの選手は活躍してるんですね。はい、びっくりしました。ところでですね、アルゼンチンの中央銀行11日政策金利を 10% 引き下げて 70% にすると発表しました。右派のミレイ大統領の就任以降3回目の引き下げとなります。3月には政策金利を 100% から 80% に引き下げたばかりでした。中央銀行は声明で、マクロ経済の不確実性が減少する兆しが見られる、インフレ率が顕著に減速していると述べているということなんですが、まずこの政策金利を 70% にする、 10% 引き下げてとか、まあ、今日本でお伝えしているようなこのニュースの桁が全然違うんですよね。それだけとんでもないことにアルゼンチンになってるんだなっていうのがこの数字でも見えてきますが、どうですか、それでもアルゼンチン国内のインフレというのは落ち着きつつあるんでしょうか？今のところは全く落ち着いてないですね。いない、はい。まあ、この3ヶ月で減少しているというふうには報道されているようですけれども、まあ、それがなんでかっていうと、就任した月に 25%、月のインフレ率が 25% と、まあ、大きく、上昇したところから比較しての減少なので、はい、3月末に発表された月間のインフレ率っていうのは 10%、程度ということで、はい、昨年の数字とほぼ同じなんですね。はい。今月、まあ、4月に入ってからなんですけれども、水道代、電気代、ガス代が、軒並み約4倍から5倍になっています。会社によってはまだ値上げが、適用してないところもあるんですけれども、はい、値上げが、大幅に領収書が来まして、ちょっとヒーヒーしてるところなんですけれども、医療保険代などの値上げもすごいですし、家賃相場も上がっていまして、新しく契約更新しようと思うと、2倍だったり3倍だったりの値段を言い渡されるなど、払えないという人も増えてきています。そうですか。先ほど西原さん、アルゼンチンで暮らし始めてから10年というふうにお伝えしたんですが、
もう正直言って慣れっこなんですか、はい、それともやっぱりひえーって感じですか。あのインフレ自体は慣れっこなんですけれども、はあ、ちょっとこの急なインフレっていうのは、あのびっくりしてます。そうでしょうね、はいはい、さあそれではここからは西原さんにこのテーマで話を聞きます。ミレー大統領による痛みを伴う改革、アルゼンチン経済は耐えられるか。アルゼンチン、ミレー大統領就任からおよそ4ヶ月です。大統領選中、ミレー氏は中央銀行をなくすということと経済のドル化を公約の中核に置いていたことについては西原さんにも以前お話ししていただいてますが、どうですか西原さん、4ヶ月経ちましたミレー大統領、ミレー大統領に対する国民の評価、支持率というのはどうなりました。そうですね、一応3月末に公式発表されたミレー政権支持率っていうのは 51% だったんです。ええ、当選時から 3% 加工した数字になったのだけ、加工した数字にはなってるんですけれども、実際にはもっと下がってるんではないかと個人的には思っています。ああそうですか、そして中央銀行閉鎖と経済のドル化、まあ、ペソという、ね、通貨をドルにするぞというふうにこう選挙戦中は言っていたんですが、まあ、かなり大掛かりな改革です。これは西原さん実現できそうなんでしょうか。もともと中央銀行の閉鎖と、まあ、ドル化っていうのは、あの国内のマクロ経済を整えるということなど、あの準備に少なくとも2年は、少なくとも2年はかかるという計画だったので、まあ、この2年でどう変わっていくか次第だと思います。そうですか。ミレー大統領、4000もの改革を掲げていると聞いてますけれども、他にはどんなものがあるんでしょう。そうですね。基本的にはもその、あの、自由主義に基づくような、いろいろな、これまでの法規制を廃止するようなものが、世間では注目されてはいます。はい、ただ、その、あまりにも多すぎてですね、あの、国民も、あの、国会ですらも、やっぱり一つ一つ注視しながら見ていけないんですよね。はい、で、あの、なので、それをこうまとめてパッケージ化させて、無理やり、あの法案を通そうというのがあのミレー大統領の作戦だったんです。ええ。ね、あのなんですけれども、結局その3月の国会ではその、 あのパッケージ化されたあの法案はあの、法律改編は上院では通らなくて、はい。今まあ新しいパッケージを準備しているところのようなですね。はい。でまあその痛みを伴う改革と政府も発表しているんですけれども、まあ彼の、あの、プランの最初のステップというのは、まあ国民の消費を減少させて、インフレ率を抑えて、はい、まあマクロ経済を整えるということになっています。そうですか。国民の消費を減少させて、インフレ率を抑えてということなんですね。そうですね。はい。はい、でもその国民の消費を抑えると経済そのものが、まあ、その先細ってくるような気もするんですが、これどうやって国民の消費を抑えようとしてるんでしょうか。そうですね、具体的なそのまあ政府のやり方としてはインフレ率に伴う給与や予算の値上げを実行しない、あのまたは値上げをしてもインフレ率に伴わない額面にするということで、そうすると、あの、まあ、物の値段は上昇をして、給与は減少するということになるので、はい、単純に家計は厳しくなって、消費活動ができなくなる、はい、節約モードになるという仕組みなんですね。で、これは、あの、地方予算だったり、国立の大学や研究所への予算にも同じことが起きているので、あの、現実に、あの、インフレ率が落ち着くだろうと言われているのは、今年の、まあ、早くて6月以降であると言われています。はい。はい、これでも、なんか今話聞いてると、大丈夫かなっていう、その心配が先に立つんですけれども、国民はそれで、うん、じゃあ痛みを伴うっていうからやってみようかっていう気持ちでいるんですか？まあ、だからやってみようかって言って、
る人たちが 50% いるんだなと思って。ああそうかそうか、支持がね、支持率が、支持が、はい、はあ、思いますね。そうですか、はい。で、まあ、このインフレの時代です、価格転嫁して従業員の給与を上げるのが企業の生きる道とも言われるんですけど、これ今の話だと労働者にとってはかなり痛みを伴う改革ですよね。そうですね、やっぱり従業員の給与値上げをしないわけにはいかないので、まあ、とはいえインフレに伴って予算は足りていないので、はい、足りなくなっていくので、まあ、従業員を解雇していかざるを得ないということですね。まあ、そのリストラ問題で深刻なのは政府職員が今ちょっと深刻で、はい、3月末 の長期休暇があったんですけれども、イースター休暇の直前に、解雇通知や契約更新なしの通知が7万人に届きますと、ミレー大統領からの公式会見がありました。で、これはミレー大統領の当選前のパフォーマンスでも話題になっていた、転送プランで、とにかく不要なものを切り捨てていくというものを、実行、有言実行している形ですね。はい。まあ、思い出しました。大統領が候補の時、大統領選挙の時、チェーンソーをね、振りかざして、やってましたもんね、選挙戦を。そうですね。はい、チェーンソープランっていうんですね、これを。そうですね。こっちでも、スペイン語だとモトシエラって言うんですけど、はい、チェーンソーで切り捨てていってます。はあ、恐ろしいですけどね、恐ろしいですね。で、だって大統領から解雇通知、契約更新のなしの通知が7万人に届く、これもう正直言って信じがたいわけですけれど、このミレー大統領の改革に対する抗議運動ってのは起きてないんですか？起きてます。この発表でですね、ミレー大統領は契約の未更新という形で、職員の切り捨てを実施できることをとても光栄に思っていると、はい、その会見でも発言していまして、お祝いモードでメディアに対応していたこともとても印象的だったんですけれども、はい、それによって多くの人々の反感を買って、大規模ストライキにもつながりました。ストライキにね、はい、他にはどんな政策が物議醸してますか？そうですね。現在、リアル対面で問題になっているのは、教育部門かなと思うんですけれども。教育、はい。はい、国立大学への国からの予算が、2023年と同額という発表がありまして、存続自体が難しくなっています。はい。1年のインフレ率っていうのが 280% と、とてもない数字なので、はい。予算として、だから昨年の半額以上減らされているということになるんですけれども、教授たちの給与問題、それからまた、大学の電気代を払うことすらできなくなっていまして、その学生たちが、勉強や研究を続けていくことが難しくて、明日は大規模な大学生や大学関係者たちによるデモが行われます。はい。はい。で、またアルゼンチンは実はバイオテクノロジーだったり、ナノテクノロジーの部門が進んでいまして、380の企業やスタートアップが存在するんですけれども、実はその分野では世界でもトップ10に入るレベルを持っているんですけれども、その発表になっているのが、その国立大学だったり、国立科学技術研究所なんですけれども、そのアルゼンチンのテクノロジーに関わる企業全体の 88% がこの2つの機関と大きく関わっているんですけれども、はい、この研究所も大学と同様の扱いを受けていまして、研究者たちの解雇だったり、これまで出ていた予算の大幅カットにより、こちらも存続の危機に至っています。そうですか。いや、だって今西原さんのお話だと、もう、唯一とは言いませんけれども、世界でトップ10に入るくらいの、このナノテクノロジーだとか、それは普通だったら温存して、そこだけは世界に通用するというか、そこでこうね、同額とは言いません、その物価の上がった分だけ、インフレになった分だけは普通は研究費用としてこう当てるかなっていう感じはするんですが、そうじゃないんですね。ここも平等にぶった切ってるってことなんですね。そうですね、はい。これには国民は不安には思いませんか？
もう、私の周りは不安だらけ、私も含め不安だらけなんですけれども、まあ、それももしかしたら私の見えている範囲の話なのかもしれなそうくですて。か。これ先ほど西原さん、家賃が高騰しているともおっしゃってましたけれど、ミレー政権の、これもミレー政権の政策によるものなんでしょうか。そうですね。大統領就任直後に発表された、まあ、緊急大統領令というのがあるんですけれども、そこで366項目の法律が改変されたんですね。でも、その中に含まれていた、まあ、値付けというか、値付けや商売の自由を目指す法律改変により、家賃と医療保険料が大幅に上昇しているということも、まあ、問題になっています。で、家賃に関しては、今まで、まあ、その家主と借り主の間にあった比率っていうのがなくなって、で、契約内容も家主が自由に決めることができるようになったんですね。でも、これまで、家賃は法律的には、国内通貨のみでの取引が、可だったのが、今は米ドルでも何でも、OK になりまして、インフレも相まって、家賃相場は釣り上がっています。これだから中にはもう払えないって人も出てきてるわけですよね。そうですね。もう引っ越しせざるを得ないとか、実家に帰らざるを得ないとか。そうですあか。ともう、借金し続けながら、こう、借金そのまね。ま、でも、住み続けている人だったり、いろいろありそうでますすね。か。まあ、医療保険の高騰も大きな痛手だとも聞いてますが、西原さん、2014年からアルゼンチンにお住まいになって、西原さんにとってですね、西原さんから見て、ミレー大統領誕生、アルゼンチンにもたらした変化ってのは、これはどういうふうに映ってますか？そうですね。まあ、もともとその経済的に不安定な国、まあ、インフレでの値上げで生活が苦しくなるということは、これにも、これまでも、何度もありましたし、まあ、なんですけれども、ここまでの経験は、ちょっと私も10年生活していて初めてなので、今、ちょっと戸惑ってはいます。で、まあ、これまではどんなに経済危機だと騒いでも、それでも、この人たちは何とかこう楽しみを見つけながら、それなりに暮らしてはいたんですね。まあ、でもそれは、国が借金まみれになりながらも、これまでのポピュリズム政権が作り出していたものというか、まあ、汚職やたくさんの問題をはらんでいたのも確かなので、現在はその国民がその代償を払っていると言って、間違いはないとは思うんですけれども、だとしても、この収入が減らされるのと、急な物価上昇が同時にやってくるという状況、そういう政策なので、まあ、その変化にどこまで耐えられるかというところですね。今朝はアルゼンチンから西原夏樹さんにいろいろお話を聞きました。西原さん、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。